はい、こんにちは、純米酒専門屋新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日は岡山県真庭市、から辻本店さんの、御前酒五代元作りの大町純米酒をご紹介させていただきたいと思います。まずラベルはこちらですね。はい、御前酒五代元大町と書いております。はい、でこちらですね、裏をよく読んでいただくとですね、いろいろ書いてあるんですけども、はい、まあ、こちらですね、このお酒を皮切りにですね、辻本店さんは実は五代元作り、すべてのお酒を五代元作りかつお町を使っていくということをですね、宣言されているんですね。まあ、今後数年かけてそのように、まあ、シフトされていくということなんですけども、はい、でまあ、こちらがですね、そのプロトタイプのようなお酒になりますが、お待ち使ってまして、ここの赤文字ですね、ちょっと見えづらいかもしれません。はい、開けるときね、ちょっとガス感があるので気をつけてくださいねということが書いてあるんですね。はい、まあ、菩提元造りでお待ちで、かつねこれはね、その中でもこうモダンタイプということになっておりますので、はい、まあ、ちょっとねガス感を感じることで、爽やかさを演出しようということなんですね。で、まあ、ちょっとこういうことが書いてありますが、開けるときね、少しだけ注意をしたいと思います。しっかりですね、キャップを上押さえた状態で開けないとポーンと飛ぶ可能性もあるので、これまあ生酒なんですけども、まあ、火入れの時にですね、ガス管を若干閉じ込めるような、そういうね、瓶火入れということでご用意がなされているようです。では開けます。あ、ちょっとしぽっと言いましたね。はい、では、ちょっとテイスティングを実際にしたいと思います。まあ、皆さん菩提元作りというのはご存知ですか？こちらですね、はい、菩提元と書いてありますけども、まあ、たまにあの皆さん山灰とかですね、木本とか書いてあるのラベルで見かけたことがあるかもしれませんけども、この菩提元作りというのが日本酒作りの原型になった作りになっておりまして、京都のですね、正楽寺、はい、まあ、菩提山にある正楽寺ですね、まあ、そこから菩提元という名前が名付けられているんですけども、まあ、室町時代に確立された日本酒の製法と言われております。まあ、作り方に関してはちょっとまた別の動画でね、お話をしたいと思うんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、初期の頃はですよ、夏場にですね、炊いたお米と生米と、一緒にですね、水に浸しておくと、まあ、当然腐るわけですね。そして腐っていくっていうことはいわゆる酸性になるということで、まあ、そこにこう乳酸菌が湧いてくるわけです。でその乳酸の湧いた酸性水を使って、それをもとにですね、日本酒を醸し出していくということで、日本酒作りの時にですね、酒母、お酒を作る元ですね、まあ、そちらを酸性に保っておかないと、まあ、雑菌が繁殖してしまうということで、実は乳酸が活用されているんですけども、それをですね、科学的なことが何も判明してない中でですね、じゃあ米を腐らせてしまおうと、でそしたら乳酸が湧いてね、酸性になりますよねということでですね、作り始めたということで、まあ、非常によく勇気のいる作り方ね、まあ、よくそこからね日本酒が生まれたんだなと思うとすごいことだと思っておりますけども、で、その作り方をですね、踏襲しながら菩提元は、辻本店さんがね、まあ、ある古文書を見つけてですね、復活させたんですけども、まあ、辻本店さんなりに少しこうモダンにね、改良をして菩提元作りをされているということですね。はい、ではちょっと前置き長くなりましたけども、ちょっといただきたいと思います。あ、香りはですね、非常にこう爽やかですね。スッとちょっとこうミントのような香りと米の旨味をね、予感させるような香りの両方が感じられます。うん、まあ、ほんのりねレモンのような香りもありますね。生酒のようなこうフレッシュな香りがあるんですけども、まあ、一応火入れはされております。はい、いただきます。うん、まあ、非常にですね、旨味と酸のバランスがいいお酒ですね。で若干こう生のねフレッシュ感、生といいますか、まあ、若干こう発泡感ね、感じることができるので、重くないで、まあ、お町らしいね、うまみ酸もしっかり出ていて、若干こうね、山田錦と比べるとやや奥行きもあって、かつこう切れもいいということでですね、まあ、非常にいいですね。中盤の広がりからのこう切れというのもいいので、まあ、これはちょっと味が濃いめのお酒苦手な方にもですね、ぜひおすすめできるお酒ですね。日本酒というとやはりこう旨味というのが特徴になってくるんですけども、結構あの若い方とか旨味とか敬遠されるんですね、味が濃いということで。で、まあ、もちろん必要な要素ではあるんですけども、まあ、そのね旨味をしっかり感じつつも、でも爽やかに飲めるということで、うん、まあ、その辺がね、モダンと言われるこのね
午前中の中でもモダンシリーズと言われるものの、ね、由来かと思います。で、まあ、これをもう少し寝かせたりとか、していくとですね、もっとまろやかになっていって、落ち着いてくるのかなと思いますので、まあ、それはそれでね、また楽しみかなと思います。はい、というわけでですね、本日は午前中菩提元のお餅を使った、辻本店のですね、こちらご紹介させていただきました。では本日もご視聴ありがとうございました。